はい、ちうです。今日はですね、大腸がんのリスクの話をしたいんですけれども、まあ大腸がんのリスクっていうとですね、例えば年齢であったりだとか、喫煙状態とかね、それから食事とかアルコールを飲むかどうか、こういったもののね、まあ生活習慣のリスクっていうのは当然、 えー、考えなければいけないわけなんですけれども、まあ、特にこう明らかなものとしてはですね、まあ肉の摂取、特にですね、まあ赤身の肉とか、それから加工肉、ハムとかソーセージですね、そういった加工したお肉の摂取っていうのは大腸がリスクを高めるということが分かっています。ただ、2022年に報告された研究ではですね、さらにもう一つですね、因子が加わりそうな予感がすると、そういったところなんですね。それは何かというと、 えー、構成物質をですね、どれだけの期間長く使ったことがあるかということなんですね。まあ、最近の研究、その研究ではですね、えー、抗成物質の使用量と、それから大腸がんの間に何らかの関連があるんじゃないかということが示唆されています。 えこれはスウェーデンで行われたですね、まあ、最近の研究なんですけども、えー、抗生物質をこう口から飲むですね、経口摂取の抗生物質と大腸がんのリスクについてのまあ調査なんですけども、まあ、その抗生物質を使用した人に比べてですね、まあ、あまり使用しなかった人っていうのは、やはり大腸がんのリスクが最大で約17%高いということが分かったんですね。 まあ17、17%って言うと、まあ20、20%弱なんで、まあ、そんなもんかと思うかもしれないんですけども、こういったですね、ま、コホート研究ですね、大規模なコホート研究で、えー、まあ、優位差といってですね、統計学的に差が出るっていうのは相当なことなんですね。しかもそのリスクが17%というのは、そんなにちっちゃくないリスクなんですね。で、他にもね、まあ、これだけではなくてね、大腸がんに関するリスクを持ってる人っていっぱいいると思うだけです。 で、そういった中でさらに、えー、構成物質の使用することがですね、17%上乗せするってことになると、まあ相当なリスク評価としてはですね、えー、高い部類に入るんじゃないかなというふうに思います。 え、2005年の7月からですね、2016年の12月までまで,ですね、まあ調査を行ったんですね。で、その期間中に抗生物質を何日ぐらい使用してましたかっていうことなんですけども、まあその使用がですね、全くないっていう人たちが、まあ、まあ、いるわけなんですけど、結構珍しいと思いますけどね、全くないという人たちに比べて、例えば低いっていうのはですね、まあトータルで、えー、10日以内ですね、中程度はトータルでまあ60日以内。そして、頻度の高い人っていうのはまあ61日から180日で、だいたい えー、11年間の間にですね、180日を使った人たちっていうのが、まあ、一番リス、あの、抗生物の使用量が高いっていうことで、まあ、評価をしました。そうするとですね、えー、6ヶ月以上ですね、180日以上使った人というのが、えー、ガになるリスクが最も高かったわけなんですけども、ただですね、その程度の低いところですね、まあ、1日から10日しか使っていない人も、実は、えー、この疫学研究ではですね、リスクが有意差があるという形で出ているんですね。 なので、まあ、ほんのちょっとした抗生物の使用に関しても、この研究所では大腸がんのリスクを上げるということが示唆されています。特にですね、どこの大腸がんが増えたかというと、大腸の右側ですね、上高血腸とかですね、盲腸って言われるような、 右側の血腸の、まあ、癌のリスクが高かったということなんですけどね。まあ、この右側の血腸っていうのは、えー、食べ物が入ってくる最初のところなんで、まあ、いろんなものに、こう、暴露されやすいところなんですけども、そこの、まあ、血腸の一番最初の部分のね、癌のリスクが高かったということが分かったんですね。まあ、その腸腸から、まあ、毒素とかね、まあ、消化されたものの未消化のものとか流れ込んでくるところなんで、まあ、一番そういったですね、炎症を引き起こしやすい場所ではあるわけなんですけれども、まあ、そこのリスクが一番高かったということだったと。 で、どうしてですね、抗生物質を使うことがですね、大腸癌のリスクにつながっていくんだろうってことなんですけども、まあ、これはですね、ひ、まあ、一言で言うと、腸内細菌の変化を引き起こしてしまうからってことだと思いますね。 まあ健全な腸内細菌のバランスっていうのはですね、腸の中に、まあいわゆる善玉菌の比率が一定数なければいけないわけです。ただ、コセブスっていうのはですね、まあ都合よく善玉菌だけを残して悪玉菌だけやっつけてくれるものではないですね。まあ絨毯爆撃のように全部の菌をですね、一瞬でしてこうやっつけてしまうっていうことがあるんで、その後、まあ増えてくるものっていうのは、 えー、もともと個性物に強い菌が結構ね、その都度その都度有位になって出てくるわけですね。だから善玉菌と悪玉菌のバランスっていうのはですね、ま総掃除で狂ってくることが多いわけなんですけども、その結果腸の中のこう炎症が引き起こされて、徐々に徐々にこう大腸がんを引き起こしてくる。まあ、最初はポリープみたいなものが出てくるわけですが、まあ、次第に癌になっていくんじゃないかということが疑われています。 で、まあ、実際ですね、その有害な菌、まあ、いわゆる悪玉菌っていうのが増えてくると、その菌ってのはですね、まあ、バイオフィルムっていうものをこう作ってくるんですね。まあ、バイオフィルムっていうのはその悪玉菌の塊みたいなものなんですが、一旦固まってしまうとですね、まあ、抗生物質も効きにくいし、それから腸内細菌のですね、まあ、あの、抗菌ペプチドって言われるような、殺菌するような成分とかも届きにくくなってしまうんで、まあ、悪さをし放題になっちゃうみたいな、そんな状況になるんですが、まあ、そういった状況を抗生物質が、ま、作り出してしまうんじゃないかということが疑われています。 まあ実際ですね、どんな風に腸内細菌が変化していくかなんていうのはね、刑事的に見たデータがあるんですけども、まあ残念なことに1週間以上ね、こうセルス投与すると、実は元の状態に戻らないなってことも分かってるんですね。それとプラスアルファでね、潜在的にこう、口の中から入ってくる毒素みたいなのが悪さをして、まあ腸の中はただでさえですね、 まあ、環境が悪くなりがちなところに、まあ、抗生物質を1週間以上飲むようなことがあると、どんどん,どんこう悪くなってしまうということなんですね。だから、なるべく、まあ、んとかその他のね、病気を、リスクを下げるためには、抗生物質の使用は最低限しなければいけないということになるわけです。だから、大腸がんのリスクをね、高めるその他のにし例えばアルコールを飲んでるとかね、まあ、加工した肉をたくさん食べてるとか、それから、えー、野菜とか果物をあまり食べないとかね、タバコ吸ってるとか、体重が多いとかね、肥満であるとか、 え、運動してないとか、こういったですね、大腸がんのリスクを上げてしまうような生活スタイルをしている人は、特に抗生物質の使用に注意しなければいけないわけです。で、ただ注意点はですね、抗生物質は必要な時に使わなければいけないという、まあそういった面もあるんですね。それは、抗生物質を使うメリットが明らかにある時は使わなければいけないと。嫌みくもにね、使わずによくて長引かせてしまうようなことがあってはいけないんですね。そのあたりのところは難しいんですけれども、ただですね、抗生物質を、例えば180日以上も11年間の間にですね、使っているような方っていうのは、 まあ、それなりにこう、癖になってるというかね、例えば、蓄脳であったりだとか、尿路感染症であったりだとか、それから、場合によっては、ニキビとかでも使ってる人もいますし、それから、体中の吹き,、えー、き出物とか、アテロームって言われるものですね。まあ、そういったものでこうですね、抗生物質を予防的に、ちょっとなんか悪くなってくるといけないから、ちょっと飲んどこうみたいな感じで使うような方は、絶対に注意しないといけないですね。 まそれから、例えば感染症でね、風邪をこじらした時にですね、抗生物質をなるべく使わないなんていうね、まあそういったこともあるんですけれども、えー、必要な時に必要な量だけ使わないと重症化してしまうので、それはそれでまた、えー、本末転倒になっちゃうんですね。ただ、まあそういったリスクとベネフィットを考えて使うようにしようっていうね、抗生物質の流れではあるんですけれども、それでもね、まあ、先ほど言った尿路感染症などにはですね、こう結構安易に使われる傾向があるんですね。 ですので、まあ、なるべく使わなくても済むようなね、生活スタイル。特に尿路感染症を引き起こしている人たちっていうのは、えほとんどの人がやっぱりですね、腸の中の環境悪いことが多いんですね。だから、腸の中の環境を良くするような食生活をするっていうことはね、そういった視点が欠けてると、まあ、いつまで経っても高生物使わなければいけない。そうなると、まあ、実は、え、長期的に見ると大腸がんのリスクを上げる可能性があるよってことはですね、ぜひ覚えておいておいてください。え、今日の話う、ね、役に立ってよって方は高評価のボタンをお願いします。チャンネルのフォローもお願いします。